U-101 はドイツ海軍がかつて運用した u ボートバイブ型潜水艦。非常に優秀な戦果を挙げた。1940年3月11日に収益し、11月18日まで第7潜水隊軍に所属した。U-101 は収益時、キールを母校として活動した。1940年4月29日に最初の紹介として、 ノルウェーのトロンハイムへ向けて出港し、無事に帰港した。5月21日に2度目の紹介に出撃し、7隻撃沈という大きな戦果を挙げ6月25日キールに戻った。8月9日にキールを出港し、イギリス諸島の北とアイルランドの北西海岸を通過し、39日後の9月16日に当時、ドイツの支配下となっていたフランスのロリアンに入港した。 その間、U-101 は3隻の商船を沈めた。10月5日にロリアンを出港し、ウルフパックに参加、4隻の船を沈めた。11月24日に出港し、14日間で4隻の船を沈め、1隻に損傷を与えた。1月23日に出港し、2隻の船を沈めた。3月24日に出港し、 イギリスの潜水艦と戦闘となるが戦果はなかった。5月28日に出航2隻の船を沈めた。8月7日に出航5艘船団の機雷攻撃により、戦望鏡に損傷を受けた。10月11日に出航5艘船団を攻撃し1隻の船を沈めた。10回目の紹介後は訓練船としてのみ運用され、ノイシュタットで廃止された後、 1945年5月3日にドイツが降伏する前に自陳した。U-101 は4つのウルフバックに参加した。ありがとうございます。